皆さんこんにちは、最強のゆまゆです。この間動画に出てくれた友達のゆまです。今この前にボイシーの作り方教えに来たんだけど、すごい美味しかったよね。ありがとう、嬉しいです。その次の日も次の次の日もボイシー食べた。3日間。なんか朝ごはんボイシーで、夜ごはんもボイシーで、次の日の朝ごはんもボイシーで、美味しかったね。でもね、なんかその動画の中でも、まあ、家庭によって全然ボイシーの作り方違ったりするって話をしたと思うんだけど、なんかおばあちゃんその YouTube 見てて、でおばあちゃんがなんかめっちゃ長いメール送って、あのボイシーの作り方ここも違う、ここも違う、全然違うよってちょっと怒られた。ボイシー作る動画も皆さんよかったら見てください。そんなヨバなんですけど、なんと世界一寒い場所として有名なサハ共和国のヤクツク出身なんだよね。そうです。私はちなみに行ったことない。実は私もサハ共和国を知らないことだらけなので、今日は視聴者の皆さんと同じ気持ちでいろいろ聞いてみたいと思います。そもそもあのロシアの中に、まあ、あの日本で言うと県みたいなのあって、でそのまあ、県の種類もなんか何種類かあるんだけど、その県以外にも共和国っていうのがあって、ロシアにその共和国とか含めて県とかあの85もあるので、その中に特別な共和国っていうのがあって、まあ、22個共和国があって、で何が他の県が違うっていうと、その共和国の中で、まあ、自分の憲法あって、まあ、最近はいないけど、まあ、大統領みたいな存在もあって、うん、まあ、もちろんみんなロシアの法律にも従ってるんだけど、自分の共和国の中だけのいろんな規則とかルールがあったりするの。日本人には全然こういう感覚はピンとこないと思うんだけど、例えると北海道が愛の共和国みたいな感じになって、でそれでも日本の一部みたいな、それかなんか沖縄が琉球共和国みたいな感じ でそれでも日本の一部、日本の憲法に従うみたいな感じなのかな。だけどそれぞれ自分たちの琉球のとか北海道とかの法律があるっていう。琉はサハ共和国についてどれぐらい知ってんの？いや、あまり知らない。なんか、なんとなく、ヤクツク出身の知り合いが、まあ、何人か多分、4人ぐらいいるんだけど、まあ、行ったこともないし、知らないんだよね、何も。で、キーワード、なんか、イメージとかさ。イメージは、まあ、寒いというイメージが一番強いかな。うん、冬は、すごい雪降るし、もう、とんでもなく寒い。あと、あれ、ダイヤが有名っていうイメージがある。その、サハ共和国の住んでる友達にダイヤのプレゼントもらったことあるから、あ、ダイヤ有名なんだ、みたいなこと知った。で、今日さ、その、リュウバにね、話聞くために、サハ共和国をウィキペディアで見たら、めちゃくちゃでかいんだよね。そうです。すごくでけえ。でけえよね。ロシアの3分の1ぐらい大きいよね。3分の1は、ちょっと、ちょっと少ない。でも、カザフスタンより大きい。すごいね。カザフスタンより大きいってさ、うん、カザフスタンって自体が相当大きいから、ね。そう、すごいなんか。さ、カザフスタンは世界で7位。もし、サハ共和国は国に、うん、ああ、独立したら、うんうん、7位になる。ああ、そっか、カザフスタンの代わりになるから。ああ、すごいね。でもそれでもロシアは1位のままだよね。サハ共和国が抜けてもね。ああ、そっか、うん、ロシアどんだけでかいって話。サハ人の見た目についての話聞きたいんだけど、うん、なんかコメント、あのボイシー作った動画のコメントにもさ、 なんか彼赤アジア人っぽいんだけどハーフなのみたいな、なんかコメント来てたじゃん。そっから話さなきゃいけないんだけど、サハ共和国っていうのはなんかもともとロシア人じゃなくてその違う民族が住んでるよね。そうです、サハ人です。そう、サハ人がいて、まあコメント通りにルバハーフなんだけど日本人とロシア人のハーフじゃないよね。じゃないです。お母さんがサハ人だっけ？お母さんはサハ人、サハ人はアジア、そう、アジア系の顔だよね。お父さんはなんかググりたい。ググりたい。ああ、おー、マリーツ。
マリ人？マリ人、うん。マリ人って言われても別にロシア人だね。俺見分けつかない。まあそう、顔はそうだけど、そのまあ民族としては、うん。うん、サハ人は、チュルク系人と、あの、カザフスタン人、すごく似ている。うん、まあ顔がもう完全にアジア人。そう。マリ人は顔が、まあ、ロシア人っぽい。マリ人のこと全く知らないから聞かないです。そもそもサハ語ってあるの？そうある。喋れるの？私は、喋れない。喋れない。うん。でも、わかるけど、喋れない。あー、なるほどね。自分では話せない。そう。それは、あの、理由は、あの、ソビエトの、時、街で、サハ語で話すことができない。なんか禁止されてたよね。そう。ロシア人から禁止された。あ、じゃあ一回ロシア人に支配されちゃったんだ、ソビエトで。ロシア語と全然違う。全然違う。うん、全然違う。カザフスタン語、ちょっと似てる。でも、カザフスタン語で、あの、イスラムの言葉が多いから、ちょっと違う。あー。え、G はロシア語と一緒だっけ？そう。なんか G は一緒だよね。ソビエトの前に、あの、ロマ G だった。なるほど。で、ソビエトに行ってから、今ロシア語と同じ。キリル G。なるほどね。たまに文章見てるけど、なんか、そのサハ語で書いてるやつも。確かにその G はそのままのに全く何言ってるか、なんか、うん、もう意味のわからない言葉で。でもサハ語で自分の書き方が、全然なかったから。最初は、ロマ字で。もともとサハ語自体が文字を持たない。喋るだけの。喋るだけ。学校で習わないの？サハ語。でも結局使わないから、喋るの。なるほどね。じゃあ、サハ共和国でどういう産業がメインなの？ダイヤモンド。そして、いろいろもある、あの、金と。鉱山なんだ。ああ、ミネラルね。ダブイチャーシャーフト。これです、スカパイマ。あ、ほんとだ、そう、コンサンだ。と、コン、ま、と、コンサン。ガス？ガス。あ、じゃあ、サーハーにいっぱい資源とかあるから、それ関係するビジネスとかもあるから、そういう理由もあって、でもロシアはサーハー共和国は独立してほしくないんだよね。はい、そう。うん、なんかすごい大切なところなんだよね。国としては。サーハー共和国からたくさんお金を、もらって、うん、他の場所にあげる。なるほどね。ダイヤがすごい有名だよね。そうです。なんかすごいでっかい穴開いてる街あるって聞いたことある。ミルニとかウダチニの街は本当にまあその街の中で、あ、でっかい穴がある。うん、メイドのアビスみたいな。メイドのビス、なんか今あのショーゴと一緒にちょうどメイドのアビスっていうアニメ見終わったところで、そのなんかアニメの世界観でもうでかい穴とにかく開いてて、でそれみたいに多分別の世界ないかもしれないけど、とにかくとんでもなくでかい穴がもう土に開いてる。はい、それは結構たくさん、どこにでもあるの？どこでも。はい、何箇所か、ね。西の方と東の方もたくさんある。うん、でも、西の方は多い。リューバもさ、その、自分の町の近くの穴とか見に行くことある？ああ、ない。興味ない？わざわざあるけど、立ち入り禁止。遠い。遠いんだ。役所から遠い。町のど真ん中じゃないよね。そう。あまり誰も住んでない。はい、ところで、うん、だって空気が悪いし、あの健康の悪い、うん、あ、なるほどね。じゃあなんかサハの文化みたいなのなんかあるかな？いろいろある。なんか自分もなんかイメージがあるんだけど、すごいその自分の文化を大切にしてるイメージが、例えばなんか日本人はさ、結構浴衣とか着たりするじゃん。例えばね。そのなんか祭りとかあって、でロシアもこういうまあ民族の衣装みたいなあるんだけど、誰も着ない。なんか特に若者はさ、なんか日本人は浴衣着るの可愛いみたいな感じで着たいみたいな気持ちあるじゃん。でその別にロシア人誰でも着たいとか、そのなんか可愛いとか思ってないので、そのサハはまあ勝手なイメージなんだけど、そういうなんか民族の衣装とか大切にしたり、例えばこういうなんかサハの独特の文化のなんかアニメとか作ってるよね、その自分たちの。そうすごいいいなと思う。昔話の
映画、今はすごく人気、うん、今人気なの昔話が。 うん、そしてあの龍行った、なんか誰でも服を着てない、うん、でもサハ人は今なんか大きい祭りで着ている、うん、あのサハのドレス、うん、ワンピース、そしてアクセサリーとか、今もあの結婚式、うん、卒業式も着ている人が多い。すごい、すごい大切にされてる。結婚式で新郎の親は女に、新婦にあのサハのアクセサリーをプレゼントに。ああ、なるほどね。そういう習慣ある。いつも。へえ。そして新婦の親は新郎にあのサハのナイフ、特別なナイフをプレゼントする。あ、なんかあるよね、そのサハのナイフ。聞いたことある。なんかモンゴルっぽいね。かな。北の方は、あ、男の人は全員、あの、このナイフを持って、いつでも。戦わない。ただ、あの、もし、必要とかでも戦うんじゃない。え、街の中で持ち歩いてるってこと？そう。え北の方。北の方。もし田舎ってこと？田舎で、そうそう。すごい、聞いたことない。クマとか。ああ、そっか。狼見えるか。そう、なんか狼いるらしい。うん、見たことある？狼見たことない。でも子供の頃は新聞で、あ、今オカミが町に来る、危ないよーと、すごい、だけど私は見たことがない。北海道のクマみたいじゃん。そうだね。と、北極クマは田舎に入ることがもう多い。嘘。北極クマ、すごい。あ、北海道の北極クマバージョンだ。なるほど。すごい。そして建物の中に入ることもある。もう北海道じゃん、北海道じゃん。ただただ北極ゴムになってるだけ。食事を探している。そうだよね。結構一緒だよね。でもさ、北海道との違いは、北海道はクマが人の、ね、町に来たら撃つの、うんうん、ハンティングするの。でも北極グマはどうなの？守らなきゃいけない、逃がす。なんか追い出す。北極グマはやっぱり撃っちゃいけないのかな、わかんない。でも普通のクマは、うん、あ、もし襲ったらそれはしょうがないでしょ。え、黒い普通のクマもいる？もちろん普通のクマ両方いるんだ。両方。私の親戚は3年前ぐらい森で普通のクマを見て、そしてナイフだけで殺した。殺したやばい、やばい。サバイバル。ゴールデンカムイじゃん。でもすごく銃怪我、すごく大きい怪我を。よく生き残ったね。すごい。一人で。うわ。え、それさ、ニュースにならなかった？なった。なるよね。すごい。すごい。多分同じヒグマだと思う。だよね。ロシアにいるクマは多分。やばいな、ヒグマ殺したんだ。すごい。すごいよね。結婚のナイフで？私は結婚だけじゃなくて。で、そのサハ人のナイフで倒したってこと？そう。すごい、かっこいいな。かっこいい。めっちゃ面白い。面白いね。もう全部の家族にあのそのサハのナイフがある。家族に一本ある？それかみんなそれぞれ持ってる？町の家族一本だけ。なるほど。大きさは？いろいろな。クマの話面白すぎる。面白すぎる。クマめっちゃヒーローじゃん。一人でクマ倒して。あと、あのサハのあのなんか宗教があるよね。そう、自分の宗教がある。アイート。聞いたことない。サハにしかないの、この宗教？はい、そうです。すごい。トゥルク人の中で、あのサハ人とドゥワ人だけイスラムじゃない。自分の宗教？自分の宗教がある。でも他のトゥルク人はイスラム。
になった。あ、なるほど。え、どういう宗教なの？なんか神道に似てる、ちょっと似てる。なんか全部は自分の魂があると。でも日本みたいな神社がないけど、но там же типа смесь вот такого вот язычества, то что духи есть, и шаманизм типа. А, шаманизм. Шаманизм. Шаман がいるんだ。そう、シャーマン。じゃあサハはそのロシアの中の一つの教国なんだけど、そのサハ人自分のことどう思ってるの？そのロシア人だと思ってるのか、サハ人っていう全く違う人種って思ってるのか。もちろんサハ人として思ってる。うん、なるほどね。全然違うロシア人より、うん、やっぱ自分の言語もあるし、もう見た目も違うし。みんなどう思ってるの？できればロシアから独立したいの？大変な問題、まあ、今は、うん、戦争の後でみんなのなんかアイデンティティの力は強くなって、あ、まあ、でしょうね。半分に分けて誰かが、絶対にロシアから出ろうと。あ、でも他の半分は、全然欲しくない。うん、あ、じゃあ本当に割れちゃってるんだ、独立したい人と。そしてもし、ロシアから出るなら、ロシア人はすごく怖くて、だってサハ人からちょっと、サハに住んでるロシア人。そう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 。あ、確かにどうなるか。別にサハ人ばっかり住んでるわけじゃないから。うんうん、なるほどね。あと、こっからちょっとだけエルバの個人的な話に行きたいんだけど、もともとなんで日本に来ようと思ったの？私は、子供の頃から日本に興味があるから。うん、うん。なんか、一番最初のアニメはセーラームーンだった。あ、みんなそう、みんなそう。本当に同じ世代、ほぼ同い年だけどさ、この世代みんなセーラームーン見てるから、うん、みんなセーラームーンで育ってる。そして高校の時ちょっと日本語を勉強して、あ、自分で？なんかセンター、日本語のセンターで、そして夏キャンプに行って、で、あとでなんか全然勉強したことがなかった、うんうんうん、でも大学院の時また日本語に戻った。あ、なるほどね。そして仕事に勤めた後で一回日本に行った、うん、旅行？旅行、そう、大阪と東京。うん、今は留学生だよね。そうそう、日本語学校。今は日本の何が一番好き？今このここの年になって日本に来ようと思った一番のあれは、日本に来ようと思った一番あれはロシアに住めないからでしょ。そう。それ文化とかも問題じゃないのよ。ロシアの問題。ロシアの問題じゃなくてロシアの。日本に来てこれがしたかったって、特に。ただ。いろいろちょっとずつ住みたいから。住みたいから来た。そう。日本の文化が好きで住みたいから来たっていう。ああ、そう。そっかそっか、うん、で。日本に来てみて、なんか良かったことある？良かったことは、値段。だって、ヤクーツクより安い。うん、すごいね。うん。例えば、マッシュルームとか、キノコの値段と、でも、果物と野菜のフレッシュ。新鮮。ロシア人が日本に来て安いっていうの聞いたことないよね、あんまり、ね、うん。地方によってロシアの中で全然値段とか違うし、うん、特に戦争が始まってからめちゃくちゃとんでもなく物価が上がった。そこの知ってるロシアじゃないから。うん、そう。2倍くらい。そう。倍になったし。波及国ですごく高い。値段、うん、でも石油とか卵の値段も上がったから、うん、今は日本は安いと思う。そしてカラオケが好き。すごく楽しかった。2週間に1回なんかめっちゃインスタのストーリー見るとめっちゃカラオケ行ってる。何歌うの？言ったら、あ、日本の曲、アドとか。アド歌うんだ。カラオケが楽しい。そう、すごく楽しい。そしてアイスクリームなんか、あ、無料でアイスクリームサービスあるところあるよね。山根き猫だ。山根き猫最高。そう。
自分の食べ物も入るし。ああそうだそうだ、持ち込みできる、うん。最後さ、私一緒にはマイキネコさん行こうって言って、これはシームじゃないでしょ。じゃあ今日の結論お願いします。ざっくりシームに日本のカラオケ最高。